はい、皆さんこんにちは。こんにちは。野口です。星出です。国際宇宙ステーションにようこそっていうか、星出さんがようこそですよね。気のついたばっかり、はい、今ですね、あのクルードラゴンの、エンデバー号ですね、こちらからお送りしています。はい、あの本来はこれが初号機ですね、はい、ですから最初に、だから1年前ぐらいですかね。そうですね。あのね、ボブ・ベンケンと、はい、ダグ・ハーリーが乗ったやつが今回星出さんが乗ってきて、昨日着いたばっかり。着いたばっかりです。はい、眠いです。眠いし日焼けしてるって。別に昨日着いたから日焼けしてるわけじゃないですけど、はい、あの乗り心地どうですか。まあ、星出さんもね、これで3機種制覇 で、 そうですね、スペースシャトルとソユーズと、はい、クルードラゴンという意味ではね、はいはい、そうですね。あの野口さんと一緒で、あの、まあ、一緒に乗ったシェンクインブローもそうですけど、3機種目になりましたけど、はい、あの本当に驚くほど加速が良かった。あ、そうね。うん、ですごくダイナミックなその加速、それから、まあ、一段切り離しの時の、うん、まあ、減速だとか、それがすごくよく分かったなという感じがします。あとスムーズでしたよね。なるほどね。はい、はい、もう本当に遊園地みたいで、4人あの絶叫マシンの、はい、感じでした。ああ、僕の時もあのアイクが絶叫してましたね。はい、あのそう、まさに僕も同じような感じで、レスポンスがまさにこうキビキビ走るっていう感じが、ね、うん、ね、ありましたよね。はい、ですから内装も含めてこうちょっとスポーツカー的な感じ。はい、はい、で、あの今はね、あのこの、エンデバー号に行って、はい、星さんが座ってたのね、はい、ここですけどね。はい、で、今日1日かけてね、実はこの辺全部入れ替えてたんですよ。僕最初ここのね、ロッカー全部外して、そうですね、その後午後星さんがね、時間かけてこう、はい、あの基本的に積んでたものっていうのはもうここぐらいですね。あ、なんですね。はい、はい、あとはもう積み直して、積み直してそうですね。で、この辺のオレンジはあの緊急事態用 の、 そうです、ね、あの装備ってことですよね。はい、あの国際宇宙ステーションでなんか、まあ、急減圧とか火災とか、はい、あとまあ 毒物が発生した時に、使うものがオレンジ色になっているという感じでございます。はい、せっかくなので、あの2機クルードラゴンがいるということもあるので、ここからですね、あの一旦国際宇宙ステーションに戻って、その後、もう一機のね、レジリアンスの方にこのまま行ってみたいと思います。はい、で、星さんももう、あの、一日経ったので、はい、あの、道順がわかると。で、ただ、ちょっと迷ってますね。迷ってます。あの、せっかくなので、そのまま行くのでつまらないので、やっぱ星さんといえば、ラグビー、はい。ラグビーボールが、なので、パスをしながら、はい、レジリアンスまで。つまり、前行く人がボールを持って、ヒュッと後ろに渡すと、はい、でパスを持ったら前に行くっていう、はい、そういうあれですよね。はい、じゃあ行ってみましょう。方向としてはこの上がね、はい、あのハッチになりますけども、こっちに向けて行きたいと思います。はい、じゃあ星出さん、はい、はい、じゃあ先に、はい、ああ狭くなりますけど狭くなりますけど、はい、じゃあ、はい、じゃあ最初のパスが、はい、来ました。野口さんにボールを渡して、私がまず先に、まあ、国際宇宙ステーションの中に、移動しています。はい、でこちらが今国際宇宙ステーションのノード2と言われるところですね。できました。はい、こっち側に、こっち側じゃないや、こっち側、そう、こっち側に向きがね、いきなり変わるから分かりにくいんそうですけ、ね、どこの状態で今僕たちは、まあ、地球に足を向けている状態で、ここは、クルードラゴン、エンデバー号ですね。進行方向こっちなんです。で、進行方向向かって左側に、我々の、ね、希望があります。はい、で反対側はヨーロッパの、コロンバスモジュールです。あ、タコ、あー、タコ、タコ、2番トマー、トマサバ、サバビア、ハウスビア、ラグビープレイヤー、yes。 あ、2ラグビープレイヤー、that's very dangerous。 一緒にクルードラゴンで飛んできたフランスのトマペスケ、はい、彼も、ラグビーをやっていたので、はい、セイボー、セイボー、アウトメイト、so he will be with Aki for 6 months at least。わかりません。Thank you, thank you. All right, now we're going to resilience. Resilience. So, I will lead the way. Okay. Okay. You're gonna pass people ball. Okay.
はい、He's a pass. はい。All right. 渡しました。僕もルールぐらいは分かります。そして、ちょっとね、暗いんですけどね、これでいきます。はい、今度は僕たちの、レジリエンスにつきました。はい。あ、藤井さんもやった、はい、はい、見事にレジリエンスにトライを決めました。2つのビークルでね、まあ、まさに同じ作りそうですね、びっくりするぐらい同じ作りで、で、まあ、当然ながら細かい違いはきっとあると思うんですけど、まあ、少なくともパッと見た感じはね、うん、ほとんど、うん、で、面白いのはこの今僕たちが乗っているレジリエンス、私もこれ乗って地球に帰りますけど、帰ったらこの次はですね、これリサイクルというかリユースするんですけども、もう次の使い道が決まっていて、今年の後半かな、民間人が4人乗るっていうインスピレーション4っていうミッションがもう発表になってるんですけども、全員民間人です。宇宙観光旅行ですけど、ね、で、それのためにこれは使われます。で、今通ってきた暗いところありますよね、トンネルになってて、ISS とつながる、うん、で、民間宇宙飛行の場合には ISS にドッキングしないので、うん、そこにグラストップ、自動車でいうサンルーフみたいのをつけて、ガラスのね、で、宇宙を見られるようにするっていう企画になってます。なので、これは地上に戻ったらそういう宇宙観光用のね、なんか素敵なグラスルーフに変わるということで、すごいです、楽しみ。さすがスペースね。はい、じゃあ、レジリエンス号は我々の、あと数日したらこれに乗って、ね、お家に帰ると。お家に帰るまでが遠足なので最後まで、安全に行きたいと思います。はい、はい、じゃあ、ステーションの方に戻りますか。はい、はい、じゃあ行きます。じゃあ藤井さんが前に行きますか。はい、じゃあこれを持って、はい、迷わないように、迷わないように、はい、じゃあここでパスします。ここで待ってパス、はい、落としたらノックオン。そうですね、野口さんにはいろいろ今半年間の間で希望とか宇宙ステーションで行った実験のこととかいろいろ教わって、で、次同じように装置を使ったりするときに何に気をつければいいかということをいろいろ引き継いでもらってます。そしてワイワイと一緒に飛んできたペンギンのクイングインですけど、実は今日国際ペンギンデー。あ、そうなの、はい、あ、ちょっとびっくりしたんですけど、たまたま偶然ですけど、はい、本人も喜んでます。じゃあこれで最後に、ペンギンとボールと一緒に、希望に行って、はい、希望でタッチダウン、はい、じゃなかった、トライを決めます。トライを、はい、行きましょう。はい、最初よし、これでどうだ、最後のパスが決まるか。取れました。ということで希望にやってまいりました。国際宇宙ステーションで一番綺麗なモジュールと言われる、無事に入ってまいりました、はい、じゃあエアロックの方に行きますか。これぐるっと回って、はい、はい、ということで、無事に希望までやってまいりました。6ヶ月間ありますけど、はい、星出さんが やっておきたいことというか、この半年でやりたいことって何かあるんでしょうか。そうですね、なんかね、前回の経験から、まあ、無重力で歌ったのかも、あと、それから、まあ、窓から地球を見ることもありますけども、はい、まあ、やっぱりこれだけこう荷物も増えて、実験装置も増えたんですけど、いろんなことを、いろんな実験を含めて、はい、まあ、今回コマンダーということでね、もう本当に重責ですし、人数も多いので大変だと思いますけど、小林さんも頑張ってください、はい、ということで、じゃあまた地上で今度はお待ちしてます。ありがとうございます。ということで、バイバーイ。バイバーイ。